はい、皆さんおはようございます。です。今日は7月の7日木曜日の朝となっております。一緒にニューヨーク株式市場を見ていきたいと思うんですが、今日の株式マーケットは引き続きですね、リバランシングというのが続いているかなと思います。株式マーケットは反発はしていたんですけれども、金利も上昇していてですね、ここ最近やっぱちぐはぐなマーケットが継続しているのかなと思っています。一応ですね、セクターとしてはこちらのヒートマップ見ていただければわかる通り、こちらの原油関連ですね、引き続き下落をしているというところもあって、やはり景気の減速というところへの注力というか、注目ポイントが集まっているかなというところと、あとはここのセクターに関しては非常にこれまではずっと強気強気強気で来ていたので、ある程度原油の価格も下がってきたというところで、利食いのフローも一定程度入っているんじゃないかなと。でそれに伴って、じゃあどこでバランスをとって株式のリスクを取っていくかというと、特に大きなグロース銘柄というか、テックですね、アップル、マイクロソフト、グーグル、アマゾン、このあたりが大きく買われているような状況かと思います。なので引き続き、全体的に資金が入っているというよりも、大型銘柄を中心に、資金移動というのが行われているのかなと思うので、全般的にリスクテイクが進んでいるというよりも、リバランシングの域は正直出ないかなと思いますし、やっぱり今日はちょっと後ほど触れていくんですが、こういった大型の銘柄に関しても引き続きダウンサイドに目を向けているようなアナリストだったりとか、ターゲットプライスの引き下げなんかっていうのもどん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 出てきていて、今ちょっとリバウンドしてますけれども、これが継続的な反発上昇っていうのは、つながっていかないんじゃないかなと僕は思っています。なので、今ここから全部売った方がいいですよとかっていうわけではなくて、やっぱりまだダウンサイドへの、下げ幅みたいなものはある程度予測をしながら、じゃあどういうふうに動いていくかなかっていうのは個人個人それぞれ戦略があると思うので、そういったものをベースに考えていく必要があるのかなと思っております。で今日はですね、 FOMC の議事録が出ていますし、今週あとは金曜日に雇用統計の発表もあるので、そのあたりに関連したニュースおよび、あとは先ほども申し上げた個別株のターゲットプライスの変更だったりとか、あとはアップルとかですね、こういった大きな銘柄に関してのコメントも出てきているので、一緒に見ていきたいかなと思っております。はい、では皆さんと一緒にここから指数ですね、見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルは FXGT 様にスポンサーになっていただいております。 FXGT はですね、一つの口座を開けるだけで株式、為替、コモディティ、仮想通貨という取引ができることになっていて、非常に便利なプラットフォームになっております。でこれに加えてですね、入金ボーナスというのが非常に多岐にわたって提供されていまして、現在は入金ボーナスが 100% 入金額に対して払われるというようなキャンペーンがあったりですとか、あとは口座を開設するだけで5000円分のボーナスがもらえるということで、自分のお金を一切入れることなく取引ができるようなプラットフォームに現在になっております。興味あるなという方は概要欄の方に僕の説明動画だったりとか、あとはもろもろのリンク貼ってありますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいなと思っております。では皆さんと一緒に指数見ていきたいと思うんですが、まずはですね、ダウがプラスの 0.23%、こちら大きく上昇していて、最後の方に売られているというのはちょっとあまりよろしくないなというか、ちょっと勢いないなというのを少し感じさせられるような動きだったかと思います。はい、S&P に関してはプラスの 0.36%、 ナスダックはプラスの 0.35% となっておりました。ラッセル2000はですね、マイナスの 0.79% ということで、やはり大幅な、なんていうんですかね、全体的な上昇というよりも大型銘柄中心の上昇というところに収まってたというのも、このあたりを見ても分かるかなと思います。で米国の10年債の金利なんですけれども、10ベースを超えるような上昇幅となっていて、最終的には 2.93 というところで引けております。やっぱりこういったところを受けてですね、引き続きドル高というのが続いておりまして、ユーロに関してはパリティというふうに言うんですけれども、 1.00 の数値に一段とドーンと近づいていったような状況になっていて、結構今ドル円というよりもこのユーロドルだったりとかですね、このあたりが今注目をされているような状況になっております。はい、で引き続きですね、原油に関しては 1% ぐらいの下落になっていて、98ドルというところまで値を下げています。あとはですね、ゴールドに関しても約 1.5% 下げていて、1740ドル近辺まで下げていますね。このあたりはコモディティ引き続き下落をしているんですが、ちょっと皆さんと見ていきたいポイントは、原油これがですね、7月の末にですね、期限を迎える先物になっているんですが、これがですね、8月の末に期限を迎える先物になると、94.8ドルというところまで値段を下げています。で、昨日も前回にもですね、ご解説したんですけれども、今日の1日の下げ幅というところで見てみると、この現月が8月のタイミングのものの方が 0.5% ぐらいですね、大幅に下落してるんですね。なので、
引き続きやっぱりマーケットに関してはこのあたりリセッションだったりとか、ここまで過剰に大きく買われていた原油というところのリスクオフ、リスク外すような動きが継続的には出ているかなと思いますので、まあ、今日株式マーケット反発はしていましたが、まあ、本当にこれがいい流れの中での反発かどうかというと、まあ、ちょっとそうでもないのかなというのは、僕は感じたりはしています。あとはですね、引き続きドルインデックスが上昇していて、まあ、このあたりに関しては引き続きマーケットに対しては、まあ、リスクオフになりやすいようなものだったりもするので、注意はしておきたいかなと思います。まあ、あとはですね、先ほど金利が大きく上昇しているという話はあったんですけれども、2年債と10年債の金利という観点でいうと、まあ、逆転の現象が起きていて、今大体ですね、約まあ5ベースぐらい2年債の金利の方が高くなっていますと。あとはこれがですね、4月のタイミングで大体ですね、どれぐらいだったかな、パーセンテージではなくて、まあ、同じぐらいの水準まで下がっていたんですけれども、まあ、これを一層ですね、もっともっとネガティブな金利、2年債の方が金利どん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 高くなっていくと、まあ、より一層リセッションへの注目度っていうのは上がっていくんじゃないかなと思うので、まあ、ここは少し見ておきたいかなと思います。はい、あとはですね、2年債の金利と3ヶ月の金利の差がどん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 こちらも縮まっていて、この3ヶ月金利っていうのは結構ですね、企業だったりとか金融機関も含めて、調達金利として使っているところが多かったりするんですよね。なのでここがどん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 上がっていったりとか、もしくはその2年債の金利と比較して、まあ高いような水準、もしくはスプレッドがあまりないようになってくると、企業の、まあ、そのコストですね、まあ、借り入れとか短期で必要な時にバッて借りる時のコストが上がってしまうというようなことになるので、結構ですね、企業にとっては厳しいような環境に、さらになってきているというのは感じられるかなと思います。はい。で、今日はですね、ここからマクロだったりとか、個別銘柄のニュース見ていきたいと思うんですが、まずはこちら、今回の、まあ、前回のですかね、FOMC の、議事録ミニッツというのが出てきております。で、今回の注目のポイントとしては、特に大きなサプライズっていうのはなかったんですけれども、今回ですね、75ベースポイントの利上げをするにあたって、FOMC の参加者が、まあ、一定程度いますと。で、その中には、投票権を持つ人と持たない人っていうのが、まあ、会合によってですね、入れ替わっていくわけなんですが、それに関わらず、投票権の有無に関わらず、FOMC の参加者全員が、まあ、今回ですね、75ベースポイントの利上げを、支持したということが、このミニッツからわかります。ミニッツというのは議事録のことですね。で、まあ、これは一定程度サプライズだったかなと思って、まあ、そのあたりが、金利上昇というところの、まあ、今日の動きにはつながったんじゃないかと思いますし、まあ、それの背景としては、ミシガンのですね、大学が調査をしているインフレに対しての懸念というのが、まあ、一応マーケットというかですね、まあ、消費者が持っているというところが反映をされていて、まあ、それが今後も継続していくんじゃないかというようなところが、やはりフェッドとしては恐怖を持っているというか思っているので、まあ、そういったところを反映して今日も金利が上がっていたというのがあったかと思います。であとはですね、今月の後半にはですね、25日だったかなに FOMC があると思うんですけれども、まあ、そこで、利上げ幅というのは、まあ、引き続き50ベースか75ベースというところが見られていると思うんですが、やはり今回、6月のタイミングで75ベース上げたというところを考えると、まあ、それよりも上昇幅、金利の上昇幅を下げるっていうふうなことは、ちょっとやっぱり何かしらの景気減速じゃなくて物価の上昇幅の減速っていうところは見られない限り、まあ、ないのかななんていうのはマーケットは気にしていたりはするんじゃないかなと思うので、まあ、75ベースポイントの利上げっていうのをベースとしてマーケットは考えているんではないかなというのは、まあ、今のところは考えておりますと。まあ、いずれにせよですね、引き続き、物価上昇からの利上げへの、まあ、強烈な、なんていうんですかね、まあ、期待みたいなものは継続していくと思いますし、物価上昇の減速みたいなものは今のところは、まあ、見られてはいないので、このあたりは、注視を引き続きしていきたいポイントかなと思います。まあ、一応ですね、今週金曜日の雇用統計というのはあると思うんですが、長期的に見るとやはりこの物価上昇がどのタイミングで頭を打って、で、かつどれぐらいのスピードで減速していくかというところがメインのマーケットへのインパクトが一番大きいところかなと思うので、注視していきたいかなと思っております。はい。ではその雇用統計の数値の関連ニュースなんですが、引き続きですね、マーケットでは、ジョブマーケット、ものすごく、まあ、熱を持ってますよというふうに言っているんですが、これ何をもってそう言ってるかというと、一応数値上では、雇用の数というのは減速するんじゃないかというふうに言われてはいるんですけれども、引き続き、まあ、この雇用される側としては、あ、このちょっと職場良くないなっていうふうに思ったら、結構どん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 辞めてっていう状況が、今も続いていると。で、こういった状況ですね、グレートレズグネーションというふうに、今言っているんですが、
この状況のというかこのトレンドは引き続き続いていると。やっぱりそうするとまだまだやっぱり自分の会社にしっかりと雇用した後に従業員の方がですね、まあ、残ってくれるというような、まあ、パーセンテージも少なくなっていると思いますし、それを維持することのコストもですね、どんどん上がっていると。まあ、つまり、まあ、待遇を良くしないとどんどん辞めちゃうよということなので、まあ、企業としては非常に厳しい環境かなと思いますし、特に中小企業に関しては大企業と比較して、雇用条件というのは、まあ、必ずと言っていいほど、まあ、悪いというような状況が、金銭面では続くと思いますので、引き続き、中小企業に関しては厳しい状況が続くと思いますし、まあ、大企業によってもやっぱりこういったところにコストをかけないと、リテンションというか、まあ、その雇用の維持ですね、難しいかなと思うので、引き続き、まあ、こういった状況は続いていく一方で、どん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 企業にとってのコストというのは上がっていくというのは、まあ、気にしておきたいポイントかなと思ってはおります。はい。で、ここからですね、個別銘柄ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、ゴールドマンサックスがですね、この大きなリセッションのタイミングで、結構ですね、大きくやられてしまうかもしれない株2つっていうのをですね、まあ、発表していました。で、まあ、この2つを両方見ていくというよりも、今回ですね、この銘柄にアップルが入っていたというのが、まあ、結構マーケットでは注目をされていて、CNBC なんかで非常に大きくニュース取り上げられていました。で、まあ、現在の価格から、アップルに関しては、今確か142、3ドルだったと思うんですけれども、130ドルまで落ちる可能性がありますよというふうに、まあ、言っていて、もっともっとベアのケースでは80ドル台まで落ちるんじゃないかというような予測もですね出ていますと。なので、結構ですね、今やっぱりまだまだ消費が非常に活発であるというようなアメリカの状況から、まあ、もっともっとそういった、まあ、いわゆるそのラグジュアリーなグッズというか、まあ、これ本当に必要かな、うん、どうかな、やっぱでも生活必需品の方がお金使いたいよねみたいなところに当てはまるようなそういったグッズに関しては、まあ、今後よりですね売り上げが下がる可能性も、あるというところはマーケットが見ているというような状況に今なっているかと思います。で、これに加えて、バークレイズというですね、イギリスの、まあ、銀行というか金融機関があるわけなんですけれども、そこに関しても、ネットフリックスですね、の、まあ、サブスクライバーがですね、もっともっと落ちるんじゃないかというようなことを、懸念をしているというような、まあ、ニュースが出てきていました。ネットフリックスに関しても、まあ、こういったところの予想を反映すると、まあ、大体今から 10% ぐらい下落株価っていうのをまあ、想定しているわけなんですが、まあ、とはいえ 10% かっていうような、まあ、考え方も一つあると思うんですよね。まあ、それが 10% で本当に下げ止まるかどうかっていうのは別としても、まあ、ダウンサイド 10% って見て、まあ、もうそろそろ大きく落ちてるので、そういった意味では、まあ、落ちたぐらいのタイミングで、まあ、そこから 5% 落ちたぐらいのタイミングからまあ買っていこうかなとか、やっぱり今ある程度考えると、まあ、割安になってきてるかなみたいな考え方は、まあ一定程度、まあ、しやすくなってきてるかなと。まあ、だからこそ、今日みたいなマーケットの中では、まあ大型銘柄を中心に、買いが入ってるっていうのも一つあったりはするのかなっていうのも、まあ考えさせられたニュースではありました。まあいずれにせよやっぱりまだまだこのリセッションっていうところを考えると、大企業ですらまだ株価の下落幅っていうのは、まああるというところはありますし、まあそれがですね、もっと中小企業だったりとかになってくると、下げ幅っていうのは、まあさらにあるかもしれないというのはあるので、まあ慎重に引き続き、マーケット環境は見ながら株を買っていくのかどうかっていうのを判断をしていきたいかなと思っております。はい。では、ウォールストリートジャーナルだったりとかをちょっと見ていきたいとは思うんですが、まあ今日という観点で言うと、まあそんなに、大きく注目をしておきたいニュースっていうのは正直あんまりなかったかなと僕は、思ってはおります。はい。まあいずれにせよ、今日はミニッツが出ていたので、それらに関してのまあ、ニュースというかコメントが、まあ、各社から出ていたというところと、あとは結構原油ですね。原油の価格が下がっているというところに対して、注目が集まっているのが、まあ、今は大きいのかなと思っています。まあ、いずれにせよ、マーケットは引き続き、まあ、不安に駆られているような状況かと思いますし、何度も言う通り、ものすごく本当に短期的にいきなりうわっと、買いの熱がですね、戻ってくるようなマーケット環境ではないので、本当にその、なんだろう。もう今の時点でポジションを抱えていれば、まあ売りたくは当然ないでしょうし、今のところから積極的に買っていこうっていう気にもなかなかならないと思うんですよね。なのでまあ買うとしても、まあ定期的に買っていきながらポジションを構築していくのか、まああとはもう少し様子を見ながら、まあ、そんなに焦る必要もないので、何かしらやっぱりある程度、そこっていうのが見えてき始めたら、もしくはまあ来るんじゃないかなっていう感じられたら、
買い始めるというようなスタンスっていうのは変わらないのかなと思っております。まあ、あとは一方で、まだまだやっぱり下落幅があるんじゃないかっていうところに、まあ、僕も考えているんですが、まあ、あのポジションは今から売りたくないというのであれば、先物だったりとか、まあ、オプションみたいなものを使って、ダウンサイドの、まあ、ヘッジみたいなものはしておいてもいいんじゃないかなと思います。まあ、あとはそのヘッジというものをする行為に対して、抵抗がある方もいらっしゃるかと思うんですが、100% 自分のポートフォリオをヘッジするというのではなくて、例えばですけども、自分のポートフォリオが100あったとした場合、その 25% だけヘッジをする、例えば空売りを、先物を使ってしておくとかっていうのでも、まあ、いいかと思いますし、まあ、当然コストはある程度かかるんですけれども、やっぱりダウンサイドをケアしていきたいなと、でも株価売りたくないなっていうのであれば、まあ、そういった、まあ、一部分だけでもしておくというのは一つ、まあ、いい、まあ、方法なんじゃないかなと思っています。はい。まあ、ここは人によって本当考え方はあるんですが、やっぱり長期的に自分の資産を守っていく上で、何が一番それいいストラテジーなのかっていうところと、あとは、まあ、実際にそういったことをやってみないと、まあ、このヘッジっていうものがどれぐらい効果的なのかとか、もうあんまり感じられないと思うんですね。なので、まあ、試しにやってみるというのもいいんじゃないかなと、僕は思っています。まあ、これは、長期でやっぱり投資をしていく中で、まあ、いろんなことをトライしていきながら、もうこういう局面ではこういう方法もいいよねとか、まあ、そういった幅も出てくると思うので、まあ、少しずつ、自分のいろんなトライする幅っていうのを、まあ、広げていくことで、学びも多いんじゃないかなと思いますし、まあ、やっぱりその、長期的に見てダウンサイドのマーケットっていうのは、一回だけ来るとかじゃなくて、もう何回も何回も繰り返し来るので、まあ、そのタイミングで自分がどういう行動を取れるかっていう幅を広げていくというのは、やっぱり今後、もっともっと投資やっていきたいなとか、やらなきゃいけないなと感じている人に対しては、一つやっぱり踏み込んでおきたいポイントだったりはするかなと僕は感じています。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。